私とここまで戦えるのは貴様ぐらいだ。運命の相手というやつかもな。また会おう、レッドジェラート。個人的に呼び出したわ。驚いたぞレッド。昼間の続きだろ。私も決着をつけたいと思っていたところだ。どうした？好きだ。え？初めて会った時から君のことが好きだ。この思いを届け。いや待て待て待て、正気か？我々は天敵なのだぞ。無論正気だ。頭でも打ったのか？そうか、読めたぞ貴様の魂胆。私がその手の話に縁がないと知ってからかっておるのだな。なんたる屈辱。私を好む男などいるはずがない。俺と交際してくれないか？そんなの無理に。デスミさん、俺は本気なんだ。分かったよ。こちらこそよろしく頼む。言っとくが、私は交際の作法など一切わからんぞ。大丈夫だ、俺もわからん。